はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今日の暗号通貨ニュースなんですけども、日付はですね、8月23日、時間は5時16分です。日曜日なんですが、現在 ADA が13円を切るぐらいまで下がってきました。これはいわゆる調整ですよね。私が思うところの調整、14円ぐらいで止まるのかなと思ったんですけど、止まらずに13円まで落ちてしまったと。まあこれはですね、織り込み済みと言いますか、値段がある程度上がればそれは利確して下がることもありますんでね、これはまあ考えられないことではないかなと思います。ただこれがですね、12円から14円のフェーズに入ってしまったのか、それとも14円から16円のフェーズの一時的なものなのかってことなんですけども、チャートを見るにね、だいぶ前、そうですね、30日ほど前なんですけども、13円から一気に跳ね上がって16円を突破したという、こういった1週間もあったわけなんですよね。そう考えるとここで急反転して上昇することも考えられるかなと思うわけなんですよ。今見ていただいているチャートなんですけども、30日ですね、30日のチャートなんですが、30日前、ほら、一気に13円から跳ねて16円を突破したところがあるじゃないですか、ここが力点になってるかなってところですよね。私の場合は10円以下での仕込みが終わってるんで、もう10円を越したら全く ADA に関しては私自身は買いませんので、まだ全然下がっても余裕があるかなってところなんですよね。で、これはですね、平均取得単価いくらかによって売却して、一旦ね、仕切り直すのか、それともこのままホールドしていけるのかってことが変わりますので、皆さんがいくらで買ったのかってことがすごく重要になってきます。16円を突破したあたりで買った方っていうのは、ここで損切りしなくてはなりません。14円前後で買った方も、ちょっとね、損切りを覚悟しなければなりませんよね。それはこの ADA を購入した時にそれをどう決めていたのかってことなんですよ。ここで投資の原則を4つ思い出していただきたいんですけども、いつまでにいくら稼ぎたいのか、そして最大資金投入はいくらまでするのか、いくらの負けだったら、損失だったら許容できるのか、この4つですよね。現在この4つ目が問われてるわけなんですけども、いかがでしょうかということですね。はい、次は BTC ですね。 BTC も100万以下での購入は私は全て済んでますんで、今124,450円ですけども、まだまだ含み益がたっぷりありますんで、全く狼狽する気にはなりません。ただですね、BTC 値段が上がってきたじゃん、 YouTube で BTC 報告する動画も上がってきたし、今120万前後だけど買ってみるかって方は気が気でないでしょうね。ですんでね、人が見向きもしてない時にやっぱりコツコツとやっていかないといけないんですよ。暗号通貨とか特にそうですけども、一旦暗号通貨のバブルが起きましたよね。これテレビ CM でも出川哲朗さんが CM やったりとかね、もう脇に湧いていたわけですよ。それから年を越してぐっと下がっていったと。その下がった時にちゃんとね、そこに1年間2年間3年間目を向けていられたかどうかってことが勝負の分かれ目なんですよ。流行りが過ぎたから自分もやめちゃった、そして資金を抜いて終わりました。で、今値段が上がったことを皆さんがね言われるんで、多くの方が言われるんで、また戻ってきましたって方はもう一回カモンになっちゃいますんでね、気をつけてくださいね。で、XRP です。 XRP に関しましては、私は完全にもうね20円前後でこれはダメだと思ったわけなんですけども、29円63銭ですね。私の平均取得単価43円なんで、これだけ唯一私は傷になってますね。見る目がなかったなというところです。はい、では本日は以上ですかね。特に将来の展望があるわけでもありませんけども、今日は投資の4原則を思い出していただいたかなというところでございます。その4つ目、いくらまでの負けだったら共有できるのかってことをね、思い出していければと思います。損切りは正確に、損切りができなければ負け続けます。